8番ちゃんだな。8番ちゃんの掛け声で始めるか。ああ、俺、おい、レッツイノーサッツ。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は、霊能者です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。8番のプレイヤーが発言します。はい、発言します。村人陣営です。一発目っていうことで、何話そうかな。そうだな。まあ、基本的に、まあ、その人目線に立っていた上で、その人の発言がおかしくなって思った人は疑わしく思うかなと思っている。まあ、人狼を釣りたいから、基本的には狼を釣りたいから、狼っぽいなとか、村っぽいなっていう精査も入れていきたいかなって、狂人っぽいなっていう精査。何であって釣るかっていうのが多分大切だと思っているから、何で釣りたいかっていうのを言ってほしいと思っている。で、前の人にはどんどん触れてほしいと思ってるし、今の現状のどう思ってるかっていうのを伝えてほしいと思っている。その意味で情報更新して更新した上で発言したらいいと思っている。今の状態で黒いなと思ったんだったら黒いって言ってくれたらいい。単純にまだわからないなとか、とそういう適当な発言をするんだったら色落ちがないってなってしまうから、自分の色を見せてください。はい、この場面で、僕がこの位置なんで言います。以上。9番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。占い師でした。1番さんランダムシロ、1番さんランダムシロ、箱お願いします。で、直近の8番さんなんだけど、まあ、8番さん2周目かなって、あー、まあ、ローでも人でも言える発言だなって思ってるから、まあ、2周目で、まあ、思考家事なんだけども、単体精査メイン、あ、もちろん占い師なんで、対抗が出た場合は対抗占いのライン精査も、落としていければいいなと思ってます。まあ、ただ、得意ならどっちかというと単体精査かな。いい場面がいいな。で、特に、僕が、重点的にお願いすることとかは、捏造とか把握漏れ、嘘をつく行為はやめてほしいなと思ってる。もうこの時点で俺、もう人として見れないかなって単純に思ってます。あ、やばいやばい、ラインが。はい。なんでそこだけはやめてほしいかなって思ってる。特に捏造とかは本当に悪質すぎるって思ってるんで、はい、よろしくお願いします。で、役に関しては、まあ、8番さんの位置でドンって出るか。で、騎士だけは、騎士の方が、考えて動いてもらえればと思います。1番のプレイヤーが発言します。村人陣営でした。8、まあ、9番に関しては対抗出てきてからの精査でいいと思っているから、まあ2周目かなって思ってるくらいかな。8番に関して思ったのは、多視点に立って、その人の発言等を見ていくって言っていたけれど、多分9人局において、多視点に立つことって9人無理だと思ってるから、まあ、自分の視点を落とし切った方が目線はいいと思ったかな、8番に対しては。まあ、そこに対して、その人の視点に立った時と、自分の視点で見えてる世界線が合致しない時の、その人への精査が難しいと思ってるから、自分の視点を落とし切った方がいいと思っているかな。8番に対してそう思うわ、俺は。だから、まあ、8番は2周目かな。色落ちしてないと思ってる。9番に関しては対抗出てき次第の精査でいいと思ってます。隣にライオンがいる。2番のプレイヤーが発言します。見てよかったよね、本当にね。8番さんが、何で釣りたいのかを言ってほしい。何で釣りたいかっていうか、黒く見てるから釣るっていう感じです。自分は一番怪しい人っていうのを釣ります。だからその人に狼があるんじゃないかなって思って釣ります。はい。であって、9番さん、占い師1色、9番さんが白占い師で、1番さんは白もやってよかったねっていうふうに思ったかな。だから、あれじゃない？狂人さんは占いして今回出たらいいんじゃない？っていうふうに思った。っていう感じ。だから、
何？一番さんは何だっけ？八番さんの色が落ちない。ああ、そうか、そういうことも言えばいいのか。うん、色落ちはないので、一周目っていうふうに思いました。はい。以上です。もういい？はい。3番のプレイヤーが発言します。はい、村人陣営特に必要ないです。もう8番さんに関しては2番さんが言ってたんだけども、何として釣るんですかって言ってたけど、いや、普通に発言おかしいとこ釣ればいいんじゃねって思ったね、率直に。だから実際その何として釣ったところで実際わかんないから、それを要素として落としたところでどうなるんだろうっていうのは思ったけど、発言おかしいところから私は釣ります。まあ、八幡さん、ただこれは別にクロスではないと思ってるから、八幡さんの2周目かなと思ってます。9番さんに関しては、まあ、おかしいところはなかったかなって現状は思ってて、2番さんに関しては、1番さんが、1番さんに対して、なんか白もらってよかったねって言ってるけど、白もらえたら嬉しいんですか？ 2 番さんって。しかもなんか1の、1に対してなんか村を透けてるような発言には聞こえたけど、なって率直に思いましたね。一番なんかおかしい発言してるのは2番かなって現状思ってますね。8に対するセンサー一緒だったけど、1に対するセンサーがおかしいと思ってる。4番のプレイヤーが発言します。はい、占い一郎です。9番については今日ローどっちもあるかなと思ってます。2周目聞いてからまた判断しようかなと思いますね。まあ、グレーに触れていくと8番さん。まあ8番さんに関しては1番さんが言ってた通り、足し点に立った場合って、全員に触れると多分時間足りないかなと思いますね。それだったら自分の視点に立ってほしいっていうのは1番さんと一緒ですね。で、2番さんに関しては1番さんの色付けを起こしてるんじゃないかっていう3番さんの理論結構合ってるなと思ってますね。はい。だから2番さんが一番現状、グレーでは怪しくて3番さんの印象はいいかなって感じです。で、まあ、例の1周目出てきてください。これに関して8番さんのグレスケを伸ばすため、8番さんが人外であってもグレスケが伸びたら色が落ちると思うから。騎士についてはグレ詰め盤面だったら出てきてほしいけど、出ないんだったら無駄に黒くならないでほしいっていうところですかね。現状。で、まあ、単体精査ね。9番が出てきてくれて嬉しいです。僕、平和村嫌いなんでバチバチやれ。5番のプレイヤーが発言します。うん。例のですか？ 4 番さん。あ、決め打てばいいんですよ。二節って、芯を残せば、例えば4級の色で狼が出てた場合、黒が出たら真実の色なんだから、芯確定するわけであってね。だから要は安定進行とは決め打ちなんですよ、本来。うん。ただ、ロラする人が多いでしょ。うん、不安定進行っていうしょうもないロラ進行。そういう人ってね、時間の使い方が悪いんですよね。占いとグレー精査に時間かけた方がいいんですよね。他人の、に、あなたの村を伝えるためですね。はい。ってことは、ロラする人っていうのはどうせロラするんだから、霊能精査に時間かける暇があったら、占いとグレーに時間かけた方がいいですよ。で、霊能のことは、その発言前に考えればいいじゃないですか。で、なるべく発言を短めにして。うん、まあ、ただ、ロラは不安定進行ですよ。決め打ちが安定進行ですよ。以上。6番。のプレイヤーが発言します。はい、6番です。お願いします。ですね、3番さん、2番さん、2番さんの精査っていうふうに3番さん言ったと思う。1番さんへの塩漬けって言ってた4番さんのその言い方の方が正しいかなって思うんで、3番さん黒いですっていうのと3番さんは同じような叩きをしてます。2番さんにね。色は落ちてないですよ。色は落ちてないです。で、8番の接続切れがとても気になりました。5番の発言ゼロでしょう。まあ、5番は大したことは言っていないんで、言ってないんだけど。あ、大したことかな、例の決め打ちたいって。わかんない。大したこと言ってないと思うんですけど。5番の言ってた通りかな。グレー精査しっかりで、占い精査きっちり決めれば、村って勝てるんで、そこちゃんとしていきたいかなって思いますね。で、4番の言い方の方が正しいので、4番の方が新芽に見えてますっていうのは、これも雑なぐりですね。ちゃんとした黒要素、白要素を上げて精査した方がいいと思ってます。以上です。色はついてない。7番のプレイヤーが発言します。はい、7番村人陣です。よろしくお願いします。まあ、率直に淡々と言っちゃうけど、5番に関しては、まあ、2周目もそういう感じだったら、まあ、釣るしかないんかなって思っちゃう。グレー精査がないからね。まあ、人外で釣れればラッキーぐらいだけど、その辺は分かってないっす。だから、6の5の指摘がいいから、6の印象っていうか、まあ、6の精査が村っぽく見る。俺が村だから、6番さんと精査一緒だなって思っちゃうから、見えちゃってるって感じかな。見えちゃってるだけで、断定はしてない。
まあ、リバーさんのその、強靭が占いに出たらいいんじゃないかっていう発言は、まあ正直いらないと思ってるし、その意図ってよくわかんないし、リバー視点の1白がわかっているからこそ、強靭さん出て1黒打ちなさいって言ってるように聞こえちゃったりするかもしれないから、3番の気持ちがわかる。かな。で、4番、9番だと4番が8番のケアをしてるところが印象的。9番って8番の位置で出ようってことは、9番自身では8番って別にそこで考察を見なくてもいい人材なんだねって思うと、9番が狼だった場合って8番ないなってわかるし、まあ、4番視点だと8番の票回収してる狼っていうのもあるかなっていうのがいろいろ探れると思ってるかな。現状5番か2番かな。8番のプレイヤーが発言します。はい、発言します。5番さんが例の、うん、まあ俺のちょっと聞けてなかったのがほぼほぼ4番の最初の意見しか聞けなくて、5、6っていうのがちょっと全然聞けてなかった状態だから、それだけちょっと伝えておく。はい、申し訳ない。ちょっと画面が固まって、なんか、バグってしまったっていうところで、そこだけ。バッサクっていうね。2番の、1番白でよかったねっていうところがめちゃめちゃ気になっていて、3番と同意です、そこに関しては。まあ、7番も触れとったかな。うん。2番、そこで2、1番の白っていうのが見えとったんかなってめちゃめちゃ思ってしまったのと、うん。黒く見えるところを狼は釣りますよって言ったって、3番さんに関しては発言おかしいとこ釣るって、俺には大事なアンサーですよね。発言おかしいとこつるんでよくないって。俺が言いたいのは、狂人目線とか、狼目線とか残すことによって、その人が、釣った時に、霊能が一角した時、霊能が一角した時に白が見えた時に、その人が狼だって釣ったところが白だった場合って、その釣った人の HP ってめちゃめちゃ落ちる。そこら辺まで、精査に入れれると思っているし、そこら辺まで考えた方がいいと思ってるから言ってます。はい。だから2番の、1番白でよかったねってところはどういうことだったのかなっていうのがめちゃめちゃ疑問視されるのと、5番っていうの発言少ないところで、発言少ないことでおかしいって言って、7番が、そこ6番がそれを叩いとってから6番が村っぽいっていう精査をめちゃめちゃ最終残したら、まだわからんよって言ったところ、なんか臭いなっていう思いがあった。だから7番って叩き切れてねえなって思ったから、7番か2番でいいと思って。9番。のプレイヤーが発言します。はい、とりあえず2、1番目なんで騎士も出てほしいなって自分目線は思ってます。まあ占い師に入らない、圧倒的に絶対入らないって自信がならもう出てこなくていいけど、もうそこは騎士さんにお任せかな。できれば俺は出てほしい。で、現状じゃあ4ロー軸に置いた時の6はないかなって思ってるのが、4とりあえず死んで置いとくねって言ってることは俺に結構喧嘩売ってる行為だなって思ってるから、4、6っていうのは安直にないのかなって、現状は今、一旦は思ってるかな。1周目の6番だけの発言においては。で、7番さんって4、9に対して結構フラットな視線を持ってるから、どっちかというと、まあちょっと怖い位置ではある。はい。で、8番さんに対しては7、2かとは思ってるが、7の怪しい要素がフラットに見てるからなのか、俺が思ってるその意味なのか、8番さんが言ってることってちょっと違うなとは思ってるから、グレーで行くならどうしようかなって迷うな。ってところ。まあ、5番さんが連動でちょっと安心したかなって思ってる。一旦、まだ2周目の発言が8番しか聞けてないからあれなんだけども、一旦6以外かなって思ってるかな。もちろん2周目聞いてからと、2番さんのあの発言ってちょっとごめん、もうなんか、俺的にはちょっともう出てほしいのあるから、俯瞰してんだなと思ってるから、2が騎士だとすら思っちゃってんだけど、はい。俺はね。だから、多分3、7、8かな。あとは2周目の3、7の話を聞いてからかなと思ってる。どうなのか違うかな。俺的にはもう出てほしい、正味。1番のプレイヤーが発言します。まあ、隠し色になったんで出ますね。騎士です、騎士。あ、そうっすね。騎士です。私、騎士です。隠し色になったんで出ますね。騎士です。まあ、釣りじゃあ5番に任せるよ。5番に任せるよ。で、4番、9番の精査がついていない現状下において、まあ、3番が2番に取った様子はクリティカルだったかなと思うけど、じゃあ2番が狼だった時のロジクで2番、9番、2番、4番繋がるかって言ったら、今の9番の発言から2番が騎士だって発言が出てきた状況か、2番って足りるかって思った時に2番弾けるかなって思ったんやけどね。まあ、それよかは8番っていう人物が2番、7番、2番に取った要素で3番はクリティカルだ。まあ3番、まあ2番に対しての精査が8番視点で、そう思ったんだったら2番1本でよかったんじゃないか。
って思ってるけどね。8番視点って。は思ったぐらいかな。まあ5番に任せるよ。騎士でーす。2番のプレイヤーが発言します。っていうか、1番さんが騎士しようっていうことで、そう、まあ9番さんの視点は良かったんじゃないかなっていうか、結局9番さんが死んだと思ってるから自分今日釣られるね。うん。やって、ああ、で、俺結果白だから、狂人とか言われそうだけど、狂人じゃないから。うん。であって、あの発言をしていて、じゃあ、どう取った発言をしてみたっていう話をしたら、ちょっと怒られるかもしれないけど、うん。なんか、急進で一瞬のような気がしたから、うん、初日の自分、初日だけ結構当たるの。うん、で、後で生きてると、なんか、ぐだぐだ間違ってしまうから、いいと思ってるんだけど、うん、まあ、役を一角させたかったかなと思っていて、で、自分っていうのが、ローっぽい発言をしたじゃん。狂人出てきたら、みたいな。うん。一番さん、死の占い師から白物やってよかったね、みたいな。うん。だって俺、ローじゃないのね、狂人でもないのね。うん。だから、その、っていうか、全員のヘイトが俺に向かって、向かってるっておかしいでしょ。うん。だから、それを考えた上で精査していったらいいんじゃない？今日は自分つっていいよ。うん。これだからね。やって、わかんないかな。多分なんだけど、まあ3番さんはまあすぐ後だからそういう発言になってもいいんじゃないじゃん。うん。で、7番さんが6が白い。うん。わかんないな、結局。うん。まあ、そうね。わかんなかった、結局。3番。のプレイヤーが発言します。いや、2番さん地釣り飲んじゃダメでしょう、村なのであれば。いや、普通に2番さんでいいとは思っちゃったけどな、今の発言だったら。7番さんのその6番さんにとった、その6番さんのそのグレースケールっていうか、5番さんに対する発言が良かったから7視点って6が良くなるんですか？別に5のあの発言で6が指摘したことに対して7が6に対する評価で現状で印象良くなるかな。なんか普通のことしか言ってないなって思ったんですけどね、6番さんって。だから色落ちてない人物だと思ってんだけどな。むしろその位置だったらもうちょっと精査できんじゃないですかって思ったし、なんかその2、3に対するその精査のとこ、なんか何言ってるか分かんなかったですね、6番さんは。もうちょっとなんか2周目ははきはき喋っていただきたいかなって思ってます。だから6番さんの印象は俺別にそんな良くないですね。だから7がそこ言ったのがちょっと違和感ですね。8番さんのまあ27で上げたのは良かったかなって思ってるんで、現状なんかグレーセス合ってるのは8番さんかなって思ってます。いやー、まあ5番さんに任せますけど、自分も。現状2でいいかなって思ってる。6、7の発言聞いてよっぽどおかしいってなったらそっちでいいと思うけど、まあ、基本的に霊能のランテージに任せようかなっていうのが率直なとこですね。4級に関してはどうだろうね。まあ、4が進路1ぐらいしか分かんないかな、盤面上。発言からだったら、4の方が進かな。9番さんの8に対するあれが分かんなかった。4番のプレイヤーが発言します。普通に2番が村だから地釣り飲みますっていうのはまずおかしいよね。なおかつ2番目線ってグレー全く分かんないって言ってるんでしょ。なおかつ、4級精査で理由なしに9番の方が進っぽい。どういう理由ですかっていう話なんですけど。まあ2番狂人も全然あるっすね。地釣り飲んで、なおかつグレーの狼位置が分からないからグレー精査濁す。で、適当な占い師精査。ただグレーで気になるのはもう一人いて6番さん。5番さんの言うようにグレー精査頑張った方がいいと思うっていうんであれば、5番さんが1番グレー精査落としてないからそこ叩ける部分じゃなかったなと思ったし。5番さんってあの盤面で、まあ、霊能者だったからいいかもしれんけど、進行論しか述べてなくて、グレー精査重要って言ってんのに、グレー精査一言も落としてない人物で、その次の6番が5番の言ったようにグレー精査が重要ですみたいなこと言ってたけど、5番グレー精査一切落としてないの気にならんかったのかなとか、そこに対して7番叩けない。でも7番っていうのはいろんな思考を持っていて、いろんな盤面を想定していたから、結構村っぽいんじゃないかっていう、両面性はあるよ、もちろん。最初俺の方が進っぽいって言ったのにかかわらず、俺がローで8番にするよってる構図もあるって言ってるから、両占い師を濁してるっていう視点もあるけど、俺はいい方で捉えてますかね。はい。6番にもう一個に疑問なのは、とりあえず4番シーン置くっていうのがよくわからず、俺にすり寄ってんのかなって。そうなった場合って俺からの占い逃れたい。って考えると、6級ローローの2強っていう世界線も現状あるっすね。
まあ、6番に関しては2周目どうなったのか教えてください。占い審議。5番のプレイヤーが発言します。うん、じゃあ6、7で。黒を見たいんで。9番は6をかばい、4番は7をかばってるんで。はい。6、7は精査してないのでね。5番というのは、霊能についてずっと触れていて、グレー精査すら していない人。普通に考えたら5番は霊能と置くべきで、5番については触れるべきではない。触れてはならぬ存在がある。このゲーム。確定役職。それがわからないんだったら、それは狼なんじゃない？だから6、7。2番みたいに地釣りしてる人の色なんて見たくもないんで、白でしょ？うん。なので、狼狙うんで6、7。9番が6をかばい、4番が7をかばっている。5番への精査ができていない。0点。うん。触れるべき存在ではない。うん。まあ、もちろん、霊能だとネタバレしたら速攻でそいつ指定釣りするけど。うん。潜伏で匂わせてる形の人に対してね、ネタバレするやつ絶対釣るから、村でも俺は。まあ、今回の村ではなかったけど、6、7は、5番が霊能だという風な感じで1周目、ネタバレはしていないからいいんだけど、9番が6をかばい、4番が7をかばってるんだから6、7。5番への精査ができていない。という点も、人外要素あるんで。いいんじゃないですか？うん、6、7でいいですよ。それで投票見ましょうよ、皆さんの投票。うん、しょうがないでしょ。うん。5番への精査をする前に、じゃあ8、2、3の精査どこ行ったんでしょうか、6、7は。うん。後半1でも伸びてなかったと思うんで、6、7、ランして、以上。6番のプレイヤーが発言します。まあ、5番って理不尽だよなって思いますね。5番って霊能決め打てよって言ってる人物だから、霊能でしかないんですよ。それをさ、まあいいや、そうね、俺別に色としてないと思いますし、で7番に白いって言われる筋合いもないけど、別に7番が黒いと思ってないんで、普通に2番落としたいなって思ってますけどね。うん、色落とす気がない人物2番落としたいなっていうふうに思ってて。4級に関して、4番の方が真っていうふうに言ったのは、3番さんが2番さんに対して1番への精査がっていうふうな発言をしたので、その叩き方3番不当だよ、違うよ、言い方が間違ってるだけだよ、視点付けが起こしてるんだよ、その叩き方が正しい。4番が、印象がいい程度ですけどね。で、だから4番の方がまあ真に見えるかなっていうふうに思いましたけど、色落ちはないですっていう発言でとどめてるはずなんですけどね。理不尽だよな、5番ってな。そうだよ。見落としていいと思いますけどね。7番触れてはいけないんだよ、1周目。5番の霊能を透かしたらもう即ずり入るし。5番に対してはね、触れてはならないんだよ。うん、っていうか、9番が6かばい、1番から黒い要素っていうのが広げてないか、普通に3番しか広げてないし、7番まで黒い要素って広げてないし、うん、村がもし広げてないっていうか、多分7番白なんだよ。2番って言ったら、2番って言ったら、狼ではないと思ったから、2番のプレイスタイルも嫌いだけどね、柱けど2番落としてるんじゃないかって思ってますけど、5番さん生産大丈夫ですか？4級にならないんで、だって6、7かばってんだからさ。2落としだろう。騎士も透かしてないしさ、以上。7番のプレイヤーが。だってもう騎士出てるしさ。もう、しゃあないじゃん、6、7でいいじゃん。まあ、6に同意かなって感じだから、多分、今後、なんだろう、そういった、こう、霊能に関して、言ってる人に関しては霊能だって思って精査するなって5番さんが言うんだったら、まあ、今後5番さんの意思に従いますよ。この村は今5番さんが主導権を握っているので、6番さん抗いませんよ、これに関しては。1投票していいなら3行きたいかなと思ってるかな。6番が黒いと私は思っていないから。ああ、2番に関してはだって、言い方でいいけど、1番が言った通りで、2番、9番のラインが消えるし、4番に対しても2番とのラインが消えるから、4級のラインはどこ行くかっていう、実験だから、2番行ったところでね、4級の色見えねえぞ、どっかに強靭って感じかなって、私は私も。6でも7でもいいんだよ。9番下に6、7、8の精査が入ってるから、2番、3番の精査に対してのフォーカスが遅い。あとは、まさか3に触れたがらないところが3番、9番が見える。3視点で9番に対しての偽要素が、8に対しての指摘っていうところで消えてるけど、4番を真で見る理由が浅はかだと思っているし、9の真が切れる要素も浅はかだと思っているから、すり寄った4番真の3番狼の構図が確かに。匂わせ型の人に対してネタバレしてる。3視点って8が7にフォーカスを置いているところで、実質に怪しみのフォーカスがないからこそ、8の票が欲しい3番が狼に見える。何があってもする。8が7を黒く見る視点っていうのは6に対しての評価。3番が7番に対して怪しく見る評価っていうのは、6番が白く見えなかったから3番は7番が怪しいと言ってるんだけど、6に対しては5の指摘が似ているからこそ、どっちかっていうと人間、俺が村人人間だから村っぽく見えるんだよなっていう言い切りではないからこそ、別に白っぽく見えるんだよなって発言だから、3番が誇張している結果かもしれないけどね。まあ、2番に対しては、まあ、2番だったら2番でもいいんじゃないかって、柱してから致し方ないよ。
はい、5番さんいらっしゃってませんね。いろいろ化学反応を起こせばいいんじゃない。俺が6、7って言ってるだけで別に6番、7番が3番とか2番行きたかったら行けばいいじゃん。どっちだろうね。4番が6番かばってっから6番行く。4番が死ぬ可能性もあるし、かくしろね。今が6番かばってるから。9番が投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、さ、なんで走らすの？毎試合毎試合。何の意味あるの？前の試合してなかったか。2、3、4、6、9。でも、まあ、9番さんは結果投票しているけど、9番さん死んだんじゃないかなと思ったのは、2にまず、騎士なんじゃないかっていう目線を向けたところかな。4番さんは、俺があんな発言をしていて、役にも何も出ないで釣られていくっていう人であって、それで狂人っていうのを追ったんだね。白で。これは白結果だって言っていて。あのさ、狂人まで追ったんだっ。村はさ、2番を釣って何したい、どうだと思って釣ってんでしょ。白釣って何したいの、4、9。狂人でも何でもない。2番釣って何したいの、だから、4番って6疑って、7疑ってて、え、なんか実践でごめんね。なんか多分8番3、1か自分1ってやっぱり伸びないと思うんだよね。てか2番も何考えてる、誰が釣りたいのかなって。いずりなんかするわけねえんだから、ほっとけよ。もう6、7って決めたんだから。6、7の輝いとかもなんかちょっと変だなっていうふうに思う。これで6、7に行かないんだから、6、7のなんか黒い要素あると思うよ。3番3っていうのを黒く見ていくっていう形で、3番もなんか怪しい。どうなんだろうね、3番3っていうのは村予想の発言だったと思うんだけど、それが臭いっていう風に取られてしまったら何も発言できないかなっていうになっちゃうから、まあ4番行くか、2番行ったらすごいなって思った後半に行ってたんだろう。もうだからなんか結構あってるじゃないですか。もう2番行ったことはもう村の負けだから、これ人狼に気をつけてください。2番は村の負けだから、ほぼほぼ負け筋がある。どうやって数の白しか出ない人を釣って、それが白でどうやって数の村は、マジで教えてほしいんだけど。勝つ気ないだろ。6、7の方釣って色、占い師の投票を見るべきなのに、4、9、9。昨夜追放されたものは、人狼ではありませんでした。夜が明けました。昨夜は、1名の方が亡くなりました。1番、3番のプレイヤーが発言します。あ、5番ちゃん、2番さんの色教えてください。5番さん。え、5番さん聞こえないのかな？マジか。聞こえてないね、これ多分。7番さん。7番さん、なんか俺にヘイト向けてきたけど、7視点で6に対するその精査が、なんだろう。だって7番さんって6に対してさ、その5番に対する精査が一緒だから、印象良かったってことでしょ？印象は別に俺良くなかったから、6番さんに対して。だからもう精査自体違うから、別に俺不当な殴りはしてるつもりはないんですけどね。ただ7のその3に対するヘイトの持ってき方があんまり狼っぽくないなって単純に思ってますね。7が仮に狼だった場合って6にして思って3の評価値をすればいいと思っているから、7ってあんま狼っぽくないなってさっきの発言で思っちゃったんで、6白か6白、どうだろう。もう2番が何色か分かんないからもう精査できないですね、あんまり。二番さんの発言からあんまやっぱ村っぽくは感じてないですけどね、自分は。だからこそ六七の発言聞いて2行ったんですけど。どっちなん色。四番のプレイヤーが発言します。はい。まあ六白っすね。別に三から黒要素を感じず、七番からも感じず。まあ八か六だったんですけど。まあ6番さんに僕は言いましたよね。初週なんで俺のこと新名見たんですか？そのアンサーはありました。ただ2週目になった時に4級の精査を言ってくださいって言ったのにもかかわらず、1週目の俺の新見た理由は言ったけど、4級精査って結局落としてないからね。だから占いました。白でした。で、2番の狂人はほぼ硬いですね。
9番が2の騎士を追ったから急進だと思った。意味わからんでしょ。ありえないからそんな。って思ってるんですけど、5番さんの色結果次第。ただ3番さんが純粋にそのリアクションって、2の色結果を落とさないとわかんないよっていう純粋なリアクション、結構白っぽいんじゃないかなと思ったかな。うん。まあ、とりあえず今日は9番さん言ってもらうしかないんですよね。9番さんが2番の騎士要素って何だったんですか ?2 番が1に白付けしたのが騎士要素ですか ?2 番が釣られ懸念ないと思ったからって言うんでしょうか。でも結果的に2番は騎士じゃなかったです。騎士だったら3、5、3、7、8って言ってたけど、9番さんって昨日段階で2が騎士じゃなかったら2釣ろうとしてたんですか。そこちゃんと聞かせてくださいね。まあ確定人外なんで、僕は聞く必要はないですけど、村に提示してください。はい。まあ2がもし白なんだったら最終位置8じゃないかなと思いますね。5番のプレイヤーが発言します。うん。4、9、どっちも死んないですね。今日6、7って指定しましたよね。黒の可能性があるから、どちらもカバー合ってるから。黒を見つけるゲームで走らしてるやつが黒だとマジで思ってんですか ?4 番、9番は。グレーメンバーも。4級の投票とか他のグレーメンバーの票を6、7がどこに集まるかっていうのを見るのも一つのあれだったんですけど、2番釣る村って何を考えてれば2番釣れるんですか ?2 番の色結果って必要ですか?さすがに私怒ってますよ。まあ、4級どちらも入れてんでしょ?え、もう俺はもうわかんないよ。ただ心の面で間違ってるのが9番。2番は9番を信じたのに、9番は2番に入れたんだろ?だから9釣り。テイサーは入れない。4番順外なら勝てばいい。今日は9番に行く。2番の弔い合戦。許さない。9番を死んだと思ってる人間を釣り押す人間はもう死んじゃない。負ければいいんだよ。黒を狙うために6、7って言ったんだよ。9番が6をかばいの、4番が7をかばってる。だからこそ、この辺を、することで、見たかったんだ、投票結果も。それもヒントだったのに。2番の色必要ですか ?2 番の黒だと思ってる人いますか正気で。うん。だからもう色結果すら出しません。2番俺は村だと思っている。2番悪いが9番を俺は釣る。心の面で間違っている。自分を信じてくれた人を釣り寄せるような人間は間違っている心が。だから9番がたとえ死んでもぶっ潰す。まあ、4番勝てばいいじゃん。9番いきます。2番の弔い合戦。6番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、5番がこう言ってるんで9行きましょうかって思いますけど、普通に合ってると思いますよ。8番黒だと思ってるんですよ。7番の白の置き方っていうのが狼っぽくないっていうのは3番が拾えてます。3番さんが2番さんの色を落ちないと、精査ができないよっていうふうに言ってる点、3番さんって2番で黒が落ちてたらなえる3番強人かなって思いましたけど、普通に8が黒なんですよ。多分これって思ってるんですよね。だから2番落としていいんじゃないのっていうふうな発言だったんですけどね、5番さんに。いいんじゃないですか。多分、旧人外ですよ。うん、3番が村であった場合って、旧強人、ああ、違う、ないな。ないか。7、8はないから、どうだろう。旧老か。旧老どうですかね。普通に黒見えると思いますよ、5番さん。うん、いいんじゃないかなと思いますけどね。8番黒ですよ、これ。だって、勝てるビジョンがないもん。7番の言ってた、3番も言ってましたけど、7番が票回収するべき位置って3番で、5番に従って6番に投票しろよっていう風に言うべきなんですけど、7番って6番白いよね、3番黒いよねって言ってる人物って、最終狼位置で3番提示するのは弱いんですよね。3番に勝てないと思うから、7番が。だから7番って白いんですよ。でもって3番っていうのが、普通に8黒の。っていう視点も落とせてるしね。普通に4番も6か8でもやった。ねえ、俺4番言ったよな。俺、1周目も色つけてないぞ。1周目4番シーンなんて言ってないし、2周目に関しても4番シーンって多分言ってない。言ったかな。まあでも4番シーンでしょうね。以上。7番のプレイヤーが発言します。まあ、4番、6番のラインが見える可能性もあるかなとは思ってるけど、昨日の精査の視点では9番の方が偽かなって私は思っているので、まあ、9番さんの話も聞けますけど、まあ、9番が釣れちゃうんだろうなって私は思ってますね。はい。ただ、9番、8番って俺繋がんないと思ってるよ。
9黒だった場合って8番ないと思ってるし、9番視点で8のところで出てこい予約って言ってる時点で8のケアできてないってことは、別に8番の存在って9番視点からいらないっていうか、マンチャン連れても問題ない存在だと私は思ってるから、まあ、悪いけど、あんま8番が心で間違ったから、これは9番行くよ。ただ俺投票っていうのは理由だけ教えてほしいから。心でゲームするだけだ。3番の評価できる点って感情で俺に来なかったことが、俺が3番黒ロックだったから、3番に出ちゃってるし、4番の視点で4番に行けたんだけどな。ワンチャンだって、レイロン5があの位置で6番指揮してるんだったら、6番か7番っていうビジョンがあったわけで、それがどんでん返し2番っていうレイノンが指揮に行ってんだから。まあ、4番9番と占い師のやることは2番を釣らないことだ。よかったと思う。それは言ってることは知ってるけど、6番7番からしたらちょっと、どうかなって思っちゃうかもしれないけど、5番の霊能としての指示は間違ってないと思う。4番を信じても。4視点7をかばう。9点6をかばうところで、この位置で黒落ちたらラインが見えるよねって言ってるのは、まあ、マットだ。死んでも、ぶっ潰す。まあ、そこだけ言っておくけど、釣られたくなかったなって私の意思はありますけど。はい。たとえ死んでも。あと9番視点初日でね、一回対抗占い師のラインの精査をするっていうのは、多分対抗が狼っていう発見にも若干見えてるから、9番に背だった場合って狼かなって私は思ってましたね。それだけ言っておきます。はい。まあ、8番さんが俺に引っかかって教えてください。唯一の8位は7投票なんで、そこだけ。俺はあんまり8怪しんでなかったから。8番のプレイヤーが発言します。はい、発言します。まあ、僕が7票投票した理由については、7番さんが2番に行くで6番につながって2番に行くって言ったところ と、結局的に2番って、黒なんて落ちるわけないと思ってるし、そこ2番に票が集まってる中2番に行くって黒じゃなくて、あっても強靭をする位置だから、だから5番の言っとる通り6、7に行った方がいいと思ってるし、そこで、3番に行くって言った部分に関しては評価はできるかもしれないけど、ほぼほぼみんなが2番に行くって言っとった中、ただただ3番に行くって言っとって、自分が狼っぽくないよっていう票をずらしたっていう目線でしか俺は見えなかったから、7番が黒かなと思って7番に行きました。はい。って感じかな、で、俺は9番が狼だと思っているか9番に行くんだけど、9番視点で、2番に行く理由がないんだよね。2番って、9番視点2番が狼っぽく見えたかって言ったら、絶対的に見えなかったと思うし、まあ、目線で2番が狼っぽく見えたかって言ったら、5番の連動の言う通り見えなかったと思うから、9番が2番に行った理由は何もないと思う。4番が2番に行った理由に関しては9番を信じて思ってるから、4番目線2番はいらない存在だから2番に行くっていう目線もあるかもしれないけど、9番が2番に行く視点はないと思ってるから9番が偽だと。4番の偽の可能性もあるんだけど、その意味で4番が死んで6番が白だから6番強靭はあるかなって思ってる。6番強靭って6番って強靭であって、だから2番の釣りをする流れをめちゃめちゃ持ってっとったけど、2番って村でやって6番強靭が分かってるから2番って狼はないと思ってる人物だから、だから6番っていうのは2番をめちゃめちゃ釣りをしやすいんだと思ってる。でそれで7番がそれで6番行きたくないっていう理由は、9番のプレイヤーが発言します。はい、ちなみになんだけど、2番さんのやったことってマジで無理がないことだと思ってるし、まあ、4番さんに問われたことなんだけど、じゃあなんで2番さんを釣ったのって言ったんだけど、2番さんが俯瞰視点だったでしょ。1番良かったねって、じゃあどの目線で言ってんのかなって俺からしたら思う。はい、だから釣る。人外を釣るのに理由なんていりません。それに関して人外要素を拾ったから釣るだけ。信じてたのにって言われてもしょうがないじゃん、俺が座って見えてるんだからって思ったかな。はい、うん、だから9番を今日は釣る。心を変えるまで何度でも釣りをしてやる。なんか気持ち悪い、そういう意味で気持ち悪いじゃなくて、この人たちは何をやってるんだろうなって思ったのがあったから、確定人外は2番だなって思ったかな。はい、もう釣られに生きてるんだろうなって思ってた。で、ね、4と繋がるのは6か8の2択なんだよな、俺目線。し、まあ5番さんからはかなり怒られて、村を釣る、ブラーって言われて、なんか5番さんって全て見えてんのかなって思ってるんだけど、いや、2番も村なんだ。もう多分6、7、8は9だから、多分3、9しか繋がらないから、9番が死んだろ。だから4老基軸で考えて。でももう4番に票は流れない。9番がしたことが、番面で俺を釣り自分自身の心を下げた。はい、2番を釣らなかった人を俺は死んでおこうと思った。でも9番が選んだ道は、だけど飲みたくない。自分を信じた4番さん言ってほしい。人間を釣った。だから9番を釣る。6が今でも盲信して触っているなら6占えばよかったなって思ったかな。6のカバイ用もなんか気持ち悪かったから違うのかなって思ってしまった自分もいた。あかんね。まあでも5番さんが触って言われるもんね。だから俺から言うのお願いはもう4番さんに言ってほしい。この一択です。俺は答えを言った。全プレイヤーの発言が終了しました。答えを言った。その疑いにはどんな根拠があるの？いつか心でゲームしろ。この試合落としても。2番を釣る、2番投票にしてしまうことが唯一の負け筋だった。9
急呼んで2番に行かなかった人を俺は村で置こうと思った。でも行かなかった。だから9番する。心でゲームするんだよ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは9番9番の遺言を発表してください。まあ93いやーすいませんでした。てか、俺が例えば、じゃあ人狼基軸で考えたときに、2が俺の真意を盲信してるのに、俺が2の、じゃあ、釣り先を持ってく意味って別にないと思ってる、正直。じゃない ?4 からした目線ってのは、4問の自分の順外表になってしまうには釣りたいのはわかるけど、俺はないと思ってる。俺は単体精査をしてる。1日目から言ってるから、単体精査をして一番おかしい発言と一番おかしいのが2番っていうのは別におかしくないと思うから、俺の釣りって別に変かなって思ってる。しかもそれに対してめちゃめちゃ怒られるよ、そんなにあるかなって正直思ってんやけど。2番の白さを感じ取れないんだから、はい、占い師として間違っているよ。明日必ず4番つって、まあ、PP が起きるか起きないかは、2番さん次第だけど、多分2番ほぼほぼ今日だと思ってるから、あの4番さんつってもらって、まあ、もう9行って3行ったら、で、6、8精査してほしい。多分6、8の2択だと思ってるから、はい。9番が決めた道。かな。3番さんはないかなと思って。自分自身で決めた道。はい、夜が更けました。人狼に気をつけてください。9番が自分自身で決めた道。まあ2番死んだったらもうしょうがないんだよ、9番は。心でゲームするために2番を釣り寄せるならば心を変えなきゃいけない。もういいし、今日行くだ。昨夜追放された者は人狼でした。弔い合戦できたよ、きっと。9さんなら最後の戦い。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。5番のプレイヤーが発言します。はい、9黒ですね。2白、9黒、4番シーン、つまり6番村。はい、まあ3行って6番が7、8の殴り合いで決めたら6番に全て任すよ。村だ、あ、強人かもしんないけどね。強人だったらまあ2番釣った村が悪い。うん、まあ、後で結果出すよ。にしろね。これはもう答えるまでもなく、あぎれだ。9番黒。うん、9番黒。にしろ、9黒でした。よかったよ。2番。まあ、ただ、2番村だったら狂人がいるんだろうね。けど、3番に行かざるを得ないよ。うん。公表結果で。3番に行くわ。しゃあないだろ。まあ、7、8、6番もまあ一応参考までにするけど、7とか行く ?9 番の7の囲いとか追う?まあ、投票で3番に行くよ。6番のプレイヤーが発言します。いや、普通に投票から3番巨人だと思いますけどね。そうね、7番さんは、9、8はないよっていうふうに言ってましたね。9番さんの時点で、9番さんの発言で8番の時点で役は全部出てくれっていうふうな発言してたから、8番の釣りケアをしてないよねっていうふうに言ってたけど、別に8番ってそこを多めに見られるから、釣りケア云々の話じゃないと思うし。8番のね、進行論段階から気になってました。8番さんの進行論覚えてますでしょうか、皆さん。8番さんっていうのは、なんだ、特に理由がなくてもね、理由がなくても、要素が落ちてなくても、要素が落ちない村のために黒っぽいか白っぽいかいうふうに言ってくれっていうふうに言ってたんですよ、8番さん。まずそこで気になったね。うんつって、殴り合わせたいのか、この人はっていうふうに思ったし。いいね。まあ3強だと思うから3から行ってもいいけど、俺8しか行く気ないし。8からでもいいかな。6強人これ。出たー強人これ。しか見えてないよ。俺3しか行かないよ。と3強人でも3すればいいじゃん。普通に考えて3じゃね。もうワンチャン村あんじゃね。これ出た強人7、8、3番行くよ俺。しゃあないじゃん。結果的に村でやってんだろ。7割強人。94の精査外したら、それは3番が悪い。出たー強人これ。1日目のね、2週目で、ね、3番さんって2番さんに対して実利発言は絶対ダメだよっていうふうに言ってる人物だから3番の黒はないと思ってますよ。以上。7番のプレイヤーが発言します。でも一応3言っとくべきじゃない。3だけ唯一4投票だとなってるわけだしさ。
いや、8番って俺繋がんないと思うんだけどな。例えば6強で8ローで3が村だった場合って、まあ僕の精査がすげえ甘かったんだろうなと思うけど、9番3番のラインがちょっと見えたし。ねえ、9番視点だった場合って8の位置で出ていいって、確かに8番って発言強そうだから別に巻き返せるような人だと思うけど、なんかそうだったら9、8だった場合ってなんか9番って相方に優しくない人間だなって私思っちゃうかな。かなぁ。まあ俺は9番3番のラインが見えたからこそ、まあ3番が黒かなとは思ってたけど、まあ、例えばだけど6番のローンを借りるとした場合って、例えば9番3番だった場合ってもう9に行くって流れになってるから3番も9に行くよねっていうローンもまあ通るとは思ってるけど、まあ逆にそれを白要素として捉えられて根拠を釣らないのってなったら私ちょっとそこは不安じゃないと思ってるかな。8番視点っていうのは情報量が欲しいっていうのは所定位置だったからこそでもあるから、まあそこで精査しようとした人間っていう評価もできると思ってるし、やっぱ俺は9番8番が見えないかなと思ってますね。はい。まあそれぐらいかな。特に視点の更新ないですね。9黒が分かったんで。まあ、だから6強人なら2番つったら村が悪い。だから6、7連れてった話で、6強人。8番が見えないもんだって申し訳ないけど。だから6、7連れてっていうゲームだから。プレイヤーが発言します。2番つった村が悪い。はい、発言します。まあ投票行動から言ったら3番。うん、3番が9番に投票せずに、4番に投票した理由はしっかり説明してほしいかなと思って。って感じかな。うん。6番がめちゃめちゃ強人にやっぱ見えてしまうんだよな、俺目線。うん。だから3番ローテも全然あると思っている。6番って3番はな、強人でしかないよって言って強人に塗って、で、3番を釣れない流れを持っていき、結局的に8番に持っていってるから。8番の意味わからん理由、最初の意味わからん理由、言いましたという、聞きましたみたいな感じで言っとるけど、俺の意味わからん理由ってなんか、ね、全くわからんかったんだけど。で、色を落としてくれっていう要素が何がいけないの？一周目で最初の位置で色を落として、それで精査した方がいいでしょ。殴り合わせたいわけじゃなくて、色を落ちる発言をして、そしたらその人の色って、8番がそういう発言をしたとき、8番の色って見えやすくなるでしょ。色を落ちる目線を残したら。例えば7番6番が怪しいと思ってる要素で7番が黒だった場合8番って白くなるでしょ。7番が白だった場合8番って黒くなるでしょ。7番に必要までに持ってっとるだった。そこら辺で8番の色って見えてくるんじゃない。そういうことに言うことによって情報更新ってめちゃめちゃ難しいと思ってるから、情報更新のする理由が真っ当じゃないか不真っ当かっていうのもしっかり精査してからやったら色って見えやすいと思ってる。6番何が言いたいかマジでわからんの。だから6番強人の3番ローって全然可能性が終えてきたんだよね。投票から3番が4番に行った理由しっかり説明してください。7番は一応疑ってはいます。はい、以上。3番のプレイヤーが発言します。はい、4番さんに、まず5番さんが2番さんに対してめっちゃ感情的になってたから、俺は2の色は分かんなかったけど、5番の発言から2は白なんかなって思ったんですよね。ってなったら4級が新ローで出てるじゃないですか。その状況で6、7、8が全員9に行くって発言したんですよね。ってなった時に、狼が6、7、8に隠れている状況で、仮に9に行くってなったら、要はこれ身内繰りでしょ？ 9番狼だったってことは。いや、さすがに、占い決め打ちの盤面で6、7、8がそこに行くって発言したのが、要は6、7、8と9が繋がってないかなって思って4に行ったんですよね。かつ7番さんが3に対する評価が7番さんは狼っぽくないって私昨日言ったんですけど、8番さんに関しても、なんだっけ、7投票してんのがね、なんかみんな7番さんをさ、村っぽく置いてる、っていうか村で見ている状況で8だけ唯一7にヘイト向けてるのもなんか狼っぽくないと思ったから、消去法で4番が狼で6番が狼で囲われたんじゃないかなっていう線も追いながら4番に入れたんですけど、まあ HP めっちゃ低くなるよねっていう感じだよね。だからお前が村でも俺は入れる。どうなんですかね、実際正直わかんないです、うん、負けたら2番を釣った今ですら迷ってるレベルですね。自分自身のレベルの低さを自覚しろ。ただ7番さんが限りなく俺は村だと思っちゃってるからな。もう8に行きたいなって思ってますね。でも3番に行く。全プレイヤーの発言が終了。2番を釣りをした罪は俺、釣りをしていなかったら俺は考えた。あれを強靭で置くんだったらどうやって勝つ、これからの人狼殺害。
投票が終了しました。追放されるプレイヤーは3番の遺言を発表してください。6強か。6番さん強靭か、どっちだったんだろうね。いやー、普通に9番いっとけばよかった。なるほどね。道切りですか。発言から4進だと思ったけど、6、7、8が9いくっつってるからな。なんか、すんなり行きすぎじゃねって思ったんですよね。9入れときゃよかったっすね。すいませんでした。夜が更けました。人狼に気をつけてください。昨夜追放されたものは人狼ではありませんでした。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。本当に役に立たない。2番を釣り押す村って。6、7って言っただろう。何も言うこと聞かねえんだもん。何にも役に立たねえんだもん、村って。のプレイヤーが6、7やってれば釣れたじゃねえかよ、どっちかよ。めっちゃ振動、やっぱ6強。めっちゃ振動。まあ、そもそもの2番強靭で押す人多かったけど、まあ、強靭でも生き残りたいんじゃないかなって、ちょっと私は思うから、2番さんは村で素直な意見を言ってたんだなって、今は確信してますね。俺、9番、8番全然見えなかった。だって、9番してね、8番に対してケアしないってことは、8番、まあ、8番が強いからこそできたことなんかなと思う。だから、6いけっつってんだよ。まず6でも7でもいいから、行って、ごめんね。今日やれっつってんのに、2番は釣らないようにしろっての2番を釣る。俺が9って言ってんのに9番に行くやつ。8行くけど。3番っていうのはセンスがないんだよ。人狼センスっていうのがないんだよ。8番。この人狼殺の業界で言うと、モテないんだよ。ヒロちゃんってのはモテるんだよ。ます。できる。7番ローですね。9、7ローの。仕事ができる人間を言うんだよ。6番強靭か。自投票するって言ったから。どっちでもいいよ。まあ、俺は7番に行きますよ。はい。もう言ってももうしょうがないかと思ってるけど。まあ、これで、もうどうする。まあ、6番が強靭だったら、まあ、もうしょうがないかなと思ってるんで。強靭でしょ、もう。7番行くしかないんだけど。3番がひどいよ。普通に考えて9番に行けよ。俺が9って言ってんのに9に行かないやつって何考えてんだよ、まずよ。最初の見立てで6、7だって言ってのに6、7行ってくんね。まあ8かもしんないけどね。3番に行くで、6が確定強靭なんだから何かの人間なんだから6行ってのは間違いねえだろ。9番が6をかばってんだから9番にせて6番にあるかもしんないって6行っちゃよかったんだよ。7だったらかっこいい。8だったらまあ9、8。まあどっちでもいいんだけども。3番がひどいよ。ほんとマジでひどいわ。6番強靭で2番は釣り押すわ、言うことを聞かないわ。その言うことを聞かない人たちってもう信じらんないよ。行きたくない理由も6番強靭。もう、それ8番かもしれないけど、6、7言ってれば最低2分1で人外釣れてたじゃん。ほんと、9と4どっちが人外だと思ってんの ?4 番の方が死んでしょ、普通に考えて。9なら6、6骨に頑張ってんなら6、7でもいいだろ。9番が7に行かな、6、7に行かなかったってことが多分、もしかすれば7なのかもしれないけど、8かもしれないけど、まあこれはいいんだよ、もうどっちでも。という結果でわかるから。2番を釣る村、9番に投票できない村、3番ってのは何のために人狼ゲームしてんの?仕事ができないのと同意なんだって。センスの問題だよ。センスの問題だよ。センスだよ。頭でっかちになって、ムラリがないやつを釣ればいいっていうわけわかんないんだよ、もはや。のプレイヤーが発言します。ムラリがないやつを釣ればいいんじゃないんだよ。ちゃんと小用心になったね。よかったね。あ、9、8ローローです。はい。どっちでもいいよ。です。まあ、6番強靭かなと思っとった。6を釣ればよかったのに、9番が6って言ってんだから6釣ればよいよ。で、7番にずっと叩きを入れる構図を作る。9、8、9番さんがあの感じだったら9、8にあんまり見にくできたんかなと思って。ああ、まあ、8番に最初からヘイト、まあ、みんな言ってなかったから、めちゃめちゃ。戦いは安かった。最初7番釣られたらどうしようと思ったけど、ちょっと俺黒くなる。
言うほど聞かねえんだもん、村が。98でもどっちでもいいよ。67で2分1で6連れてたじゃん。うん、まあでも、八番さん、6強靭で強く見えるって言って、3落とし、でも7もちょっと怪しんでるよって、3で落ちなかったら負けだよとは思ったけどね。まあ俺視点は3か8だけど、6強靭硬かったから、どのみち俺の負けだよ。まあもういいんだよ、俺な。あんま見えんかったな、98。見えんかったからいいんだよ。言えんかったな。9番が6番で怪しんでんだから、6行ってれば2分1で連れたのに2番行ってんだって、この村よ。俺はただ単にグレー精査しないから、と、2周目もそんな感じだったら、ちゃうよねって話だから、6、7で、5番さんレジェンドじゃないよ。6番連れてる教授だから、9番変わってる6と7で発言せずに、6番の怪しいんだから、6に行くべきなのに6行かないんだもん。4番9番から引っ張れてるから。外してるかもしんないよ、8番まで。もう誰も投票できないよね。はい。狼 GA、GGA です。まあまあ、いいじゃない。6、7で6行けよ、もう。7黒だと思ってた。8番黒は見えてなかった。8番だけめちゃめちゃ空気でみんな無視しながら、8番のボード殴りに行かないかは俺殴らなきゃ、8番黒って言わなきゃ。2番を置いて、6、7、でもどっちでもいいからちゃんと精査すれば、陣外2分1で釣れたじゃねえかよ。なんで二村釣ってんだよ、まずよ。ワンチャン9、3はあるから、ここで8番殴っとかな。8番の HP 下げてないと。まあもう、陣外の勝ちだから、村は無能。マジで無能。7番黒じゃないとこ。2番は村でしょ、もうどう考えても。これがわかんねえ、村のもうメンバーひどいわ、3番、4番。君たちはゲームをしない方がいい。普通に考えて、6か7で2分1考えて精査して、6番釣ってれば有利なゲーム進められただろうよ。6番釣ってれば4番が占わなくても済んだだろうよ。7番でも占ってるか8番でも占ってるかできただろうよ。そしたら勝ち筋あったのに。6、7の精査しろよ。どっちか陣外の方釣ればいいだろう。6しかなかったわ。本当にセンスの問題。2番釣り押すわ。9番に投票できないわ。こんなのいてどうやって勝つの？どうやって足引っ張られるの？こんな勝ちゲームを。2番をほぼほぼ村で置いて釣らない進行。まあ、とりあえず6、7の中にいたじゃねえか、2分1で。2分1でいたじゃねえか。7とは言ってないよ、別に。7か8のロアは俺もわかんないけど。6が確定強靭だったわけで、ちゃんと精査して6番に行けてればよく勝ったじゃねえか。2と6だったら6の方行った方がいいんだって、9番がかばってんだから。9、6の可能性もあったし。結果6強靭じゃん。7、8は分かんないっすよ。俺も分かんなかった。別に6、7で7が黒だから6、7ランテージしたから、ああだこうだと俺は言ってるわけじゃないからね。昨夜は1名の方が亡くなりました。6の強靭は2分1で合ってたからね。うん。2番する村が悪い。人狼陣営の勝利です。いやー。